君、はい、えー、国民民主党の浅野でございます、えー、本日もよろしくお願いいたします、えー、時間が限られていますので、えー、まずは確保について大臣にお伺いしたいと思いますえっ、ー、と今日も議論がございましたがサプライチェーン巨人化のための調査についてですね、えー、事業者には努力応答努力義務というのが48条で設けられております この法、まあ、本法案の基本的な思想というのは、守るべきものをしっかりと見定めて守ることだと思うんですね、で見定めることが非常に大事だという点で、まあ、今回、調査権限が追加されたり、あるいは応答努力義務を設けた、まあ、これは一定の前進だと思いますけれども、やはりまあ維新の皆さんが指摘されるように、その実効性をどう担保するのかという観点ではです、ね、私もいささか不十分さを感じております。 でただ、罰則は絶対に必要だという立場をわが会派は取っておりませんが、その代わり、この応答努力義務を応答するメリットがある、あるいは応答した方が今後、いい効果が見込めると事業者に感じてもらえるような環境整備というのも、いわゆるインセンティブ設計ですね、重要だと思っております。で既存の企業支援策ととパッケージで調査を行ったりだとか、まあ あるいは企業側に対する動機づけというのが必要なんではないかと思います。であの例えばなんですけれども、アメリカではです、ねあの、この100日間レビューだとか、特定分野の集中的なあのサプライチェーン調査みたいなことを国が主導して行うことによって、まあ、事業者側の応答意欲、あるいは応答の動機づけをした上で、環境を作った上で調査をしているような取り組みもありますので、やはりこういった実効性の担保、政府はどのように考えますでしょうか。委員長 小林大臣。 サプライチェーン調査の実務では、まず、支務大臣が調査対象を適切に絞り込むと、でそして調査に先立ちまして、えー、事業者関係団体にその趣旨、目的を分かりやすく説明する、多くの事業者にご理解、えー、ご協力をいただけるよう、丁寧な対応に努めて、調査の実効性を確保していくというのは、まあ、先ほど来申し上げている、まあ、大きな方向性ですで。この調査の主たる目的は、特定重要物資に指定する物資を的確に選定することにございますが、 調査は物資の生産などに関するデータの収集にはとどまらないと。 で調査の過程における事業者とのコミュニケーションは、サプライチェーンの強靭化に向けた現場の課題の把握ですとか、必要な支援策の検討、提案にも資すると考えています。で具体的にはこの調査を通じて、事業者から問題意識を共有していただき、必要に応じてそれを安定供給確保取り組み方針に反映するほか、安定供給確保に向けた事業者の取り組みに対する、 きめ細かい助成や金融支援につながる、つなげていくなど、官民が協力する形で、サプライチェーンの強靭化を図っていくことを想定しております。調査の運用につきましては、事業者に対して活用可能な支援策を周知広報する取り組みを合わせて実施することを含めて、多くの事業者から円滑にご協力いただくことによって、実効性を高める方策を ま真摯に検討していきたいと考えます。浅野君、はい、あのこの実効性を高める方法は決して一つではないと思いますので、あのまあ、しっかりえー、事前の説明は当たり前なんですけれども、そのインセンティブ設計そして、えー、まあ、調査に協力しないことでど,どのような影響が及ぶのか、逆に協力すればどのような効果が及ぶのか、こういったところをですねしっかりと明示をしていただきたいというふうに思います。まあ、次の質問です。 基幹、えー、インフラのまあ審査に関する件で、まずはあのまあ要望を伝えた上で質問させていただきたいと思いますが、まず事業者、あの経済界からの要望の声が我々のもとにも届いています。やはり、基幹インフラの審査についてはです、ね、審査対象の範囲、いわゆる一次下請けなのまでなのか、二次下請けまでなのか、それ以降も含めるのかといったところ、どの範囲までを対象にするかであったり、あるいは、 その審査の内容、そして是正に要する期間、どこまで是正期間として認めるか、まあ、こういったところについて、まあ、事業者の人的・時間的負担に配慮した運営としていただきたいというのが一つです。でもう一つは、やはりあの事業者が重要基幹インフラの設備などの導入を検討する段階で、えーまあ、参考とできるように、 基幹インフラが満たすべき経済安全保障上の要件を十分な時間的余裕を持って提供してほしいということでありました。まずはこれをお伝えさせていただきます。その上であの、質問なんですけれども、えー、この基幹インフラの審査時はですね、さ、えー、まざ、あ、まな脆弱性を除外するために審査をするわけですけれども、この第三者による脆弱性検証を義務付けるべきではないかと思っております。 であのえーまあ、この観点でいうと、まあ、よく言われるのはサイバーセキュリティの第三者検証が必要ではないかという指摘があるんですけれども、実はこのサイバーセキュリティ対策に関してはです、ね、既存法で、えーまあ、事前の検証というのがすでに担保されております。でこの法案では、サイバーセキュリティ以外の脆弱性の検証、対策というものをね、まあ、狙っているというふうに聞いているんですが、 あの、まあ、その辺、既存法とこの本法案の違い、役割分担なども含めてですね。ちょっと、この、お答えいただければと思います。委員長小林大臣。この制度の勧告命令の審査に関しましては、まあ、有識者会議の提言で。まあ、妨害の対応ですとか、事業の形態、設備の種類などは、まあ、対応でございますので。 リスクのある設備等の類型をあらかじめ網羅的かつ詳細に明らかにしていくことには、一定の限界があるとする一方で、事業者の予見可能性の観点からは、 国が審査を行う際の考え方はできる限り明確に定めておくべきとのご意見をいただいております。従って、閣議で決定する、この基本インフラに関する基本指針などにおきましては、審査にあたっての考え方などにつきまして、委員からご指摘、最初ご要望ございました、その中にあの事業者の負担にも配慮をすべきだという話もあって、当然、今いただいたご要望、こうした点もですね、しっかりと踏まえつつ、 可能な限り明確に定めてまいりたいと考えております。またあの今回の制度を施行するに当たりましては、事業所管省庁に。 相談窓口を設置しようと考えておりますあの情報提供に努める、なのでこう事前のこの相談にも、これ、乗らせていただこうと思っておりますし、このいろいろ対象となる最後、事業者というものを、最後はその指定していくことになりますけれども、今は、これから基準は作りますけれども、 できるだけ中小企業のような方には、負担がこうやっぱりかなり重くなってしまいかねないので、そこは慎重にというふうに考えておりますけれども、そういう方たちであっても、その,このご懸念点とかがあれば、ですねこう積極的に問い合わせをいただいて、そうした相談に乗るという形で、事業者と常日頃からコミュニケーションを取って、連携を図っていきたいと考えております佐川君。君、えっと 今、この第三者による脆弱性の事前検証についてはです、ね、ちょっとあのすいません、具体的な答弁があの含まれていたのかどうか、ちょっと判断が難しかったものですから、その部分、ちょっと補足で説明いただけるとありがたいんですけれども。小林大臣 これは今後、基本指針などにつきましては、第三者というところでは、その外部からの有識者などの意見や、さまざまな産業界の意見も作りあの、伺いつつですね、そうしたルールというものを決めていくと、最終的に判断をしていく際には、やはり政府の中で、この、 まあ内閣総理大臣を含めて、関係省庁でしっかりとその情報を共有しつつ、判断していくということになろうかと考えています浅野君、はい。ありがとうございました。あのぜひあの前向きに検,証あの検討していただきたいというふうに思います、えっと、あの次は、訴求適用についてお聞きしたいと思います。あの 経済界からはです、ね、この基幹インフラの対策、訴求適用に対して非常に慎重な声が出ております。で実際ですね、やはり現場の負担感を考えますと、あの実現実問題として、この基幹インフラの訴求適用というのは、かなりの負担が伴うものであります。ただ、一概に訴求適用しないというふうにしてしまいますと、あのこれは日本、 経済安全保障上もリスクを例えばですね、その設備自体の入れ替えは難しくてもです、ねあの設、設置している環境であったり、あるいは運用の面で対応できることもあろうかと思います。でぜひですね、一概に訴求適用しないとするのではなくて、き、えーまあ、毅然とした対応、そして柔軟な対応を政府には求めたいと思いますが、この点について、見解を伺います。 小林大臣有識者会議の提言も踏まえまして、この法案では、この制度の施行時点で、施行時点で,ですで、ね、に導入、すでに済んでいる設備の導入などにつきましては、事業者の負担などに鑑みまして、訴求適用は行わないこととしています。一方で、法施行前に導入済みの設備などにつきましても、 特定妨害行為を防止することは当然重要です。仮にある基幹インフラ事業者が利用する設備が、実際に妨害行為に利用されるなどですね、妨害行為のリスクが高まったことを政府が把握するに至った場合などにつきましては、この法案の規定に基づきまして、同様の設備を使用している他の事業者に対して、 関連情報を提供するなど、事業者が検査などの必要な対策を講ずることができるように、後押ししていきたいと考えています浅川君、はい、よろしくお願いします。まあ、続いて、えーまあ、いわゆる技術の安全保障について、ちょっとお伺いをしたいと思います。 あの先日の質疑でも少し引用されておりましたが、まあ、2019年の経産省の産業構造審議会通称貿易分科会の中では、安全保障と一体となった経済施策のあり方について、機微技術流出防止策だけでなく、まあ、技術力強化策が必要とされたというふうに承知をしております。 私はこの技術強化策、まあ、いわゆる情報漏えい対策だけじゃなくてです、ね、技術をいかに高めて、その不可欠性とかを、我々が独自性、不可欠性をあ、自立性ですね、自立性、不可欠性を確保していくのかというのは、非常に大事だと思っております。でこのの技術強化のためには あの昨日の参考人の先生方のご意見や、これまでのこの委員会での質疑の内容をいろいろ聞いておりますと、詰まるところ、3つの,あの、まあ、要素が必要なんではないかと私は考えております。あのまあ、1つは情報収集とその知識化であります、まあ、いわゆるインテリジェンスだとか、シンクタンクのことになろうかと思いますし、この部分はこの法案である程度、今回対応しようとしております。で2つ目が 情報共有、その手に入れた情報を共有し、それを新しい技術や製品として具現化することになります。でまあ、ここはですね、科学、まあ、例えばあの予算2500億を確保したりですとかしておりますが、まあ、ここはちょっと私、課題があると思うので、後でご説明します。で最後、3つ目が、ですねその具現化したものを実証する環境の整備ということで、これは、 あのまあ、経産省が主導しておりますが、グレーゾーン解消制度だとか、規制のサンドボックス制度というのがすでにございます。でじゃあ、どこが足りないと思っているかというと、やはり2つ目の情報共有と具現化の部分でして、あのまあ、特にです、ね、その手に入れた情報をです、ねえー、国内で共有をして、その共有をした情報をうまく新しい技術に結びつける部分というところが、 あの大事です、なんですけれども、予算は2500億確保したといいますが、あの問題は共有、どうやって共有するんだというところなんですね。で結局、その、えー、機微な情報を入手して、それを共有するための制度が今の日本には弱いんじゃないかというふうに思っているんです。でちょっと具体的に申し上げれば あの情報管理に関する我が国の資格体系というのがございまして、例えば情報処理安全確保支援士とか、情報セキュリティマネジメント資格という資格がございますが、これ、どちらもです、ね、あの組織向けの情報システムの保護,保護に関する資格だったり、あるいは組織マネジメントの資格であって、 個人の情報管理能力を保障するような資格ではないんですね。で、で海外ではこれがセキュリティクリアランス制度として運用されている国も多いんですけれども、あの我が国にはなかなかその、いきなりセキュリティクリアランス制度の導入っていうのがあの、非常にこの国民の理解も含めた環境整備に課題があるということで、政府としては慎重な姿勢を示しているのよというのは、これまでの議論で分かりましたが、やはり、あの この個人の情報管理能力を一定程度担保するような制度、環境整備というのは、私も大事だと思うんです。ですから、こういった観点で,です、ね、国内に集まって、ある存在する情報をいかに共有していくのか、ここについて、ぜひ政府大臣のご見解をお伺いしたいというふうに思います。委員長小林大臣 あの委員ご指摘3つの点のうちの2つ目があの非常に重要、欠けていると、強化していかなきゃいけないというところは、私もあの共有するところでございます。社会実装を施行した研究開発を促進する上では、オープンイノベーションに配しつつも、その機微な情報を含めた有用な情報を、関係者間で円滑に交換する、共有する、そういう環境の整備が重要だと考えています。 でこの法案では特定重要技術に関しまして、えー、協議会での情報交換を円滑にするために、するために、まあ、構成員に安全,、えー、安全管理措置や法律上の守秘義務を新たに設ける枠組みを設けておりますが、この枠組みを通じて、えー、民間企業ですとか、 海外の研究者から提供された情報も保護されることとなります。で、一方でえー、委員ご指摘の海外を含めた連携先からの情報収集につきましては、まあ、これあの1つ目の収集の方ですけれども。 海外で活躍している日本人研究者、在外公館、シンクタンクのネットワークも活用していく考えですで。このためには相互の信頼関係はもちろんですけれども、連携先が安心して円滑に情報をやり取りしてくれるような制度や体制の構築が必要だと。でこのの法案ではシンクタンククタ役職員に 守秘義務を求めるとともに、調査・研究を受託する条件の一つとして、情報の安全管理措置を的確に実施する能力を求めることとしております。制度の立て付けはそうですけれども、あの委員ご指摘のように、やはり個人の,その情報管理能力を高めていくという視点は、やはり私は非常に重要な視点だと思っています。あのこの法案に限った話でではないですけれども産業界 アカデミアも含めて、ですねこうしたやっぱり経済安全保障に関する意識をどう醸成していくのか、まあ、そういうことも含めて、えー、これからも検討していきたいと考えます浅賀君。はいあの、まあ、ご理解をいただいたことに感謝を申し上げますで、私の問題意識としては、やはり今回の法案では、ですねその協議会を設置して、その協議会のメンバーに対しては守秘義務を設けていますので、 あのそこにその協議会のメンバーに対して情報を提供をする安心感というものは、一定程度改善をされると思うんですね。でしかしながらあの、その協議会が具体的にどういう規模感、どういう幅広さを持つのかにもよるんですけれども、あ,のあくまでも閉じたあその場での情報共有であり、その範囲内での情報の取り扱いになるという点では、 これ、いわゆるオープンイノベーションというのが非常に、まあ、起きる余地がないんではないかというふうに思います。で、まあ、大臣もご存じのように、オープンイノベーションというのがこれからは非常に大事になっていく中で、限定され、メンバーが限定されてない状態で,です、ね、オープンになおかつセキュアに情報をやり取りできるような環境整備というのが、 まあ経済安全保障上も我が国にとっては必要なんではないかというふうな問題意識を持っておりますので、まあ、ぜひこれはあのこの法案にとどまらずです、ね、今後、議論をさせていただきたいというふうに思っております。であの続いて残りの時間なんですが、あの今回、安達、えー、さんの方に、哲司さんの安達委員の方に質問させていただきたいと思います。あの今回維新案あの 少し拝聴、拝読をさせていただきました、閣法との違いというもの、まず最初に私が感じたのはです、ね、閣法は、えー、この経済活動を維持するための必要最低限の、えー、重要物資を指定して、そこをあの守っていこうとするのに対して、維新の案はです、ねまあし、この、えー、経済の成長というものを念頭に置いている、さらには、 その利益をちゃんと確保していくこと、日本の国益を確保していくことっていうところを非常に重要視をして、そこにフォーカスを当てて保護をしていこうと、まあ、こんな違いがあるようには感じております、まあ、ちょっと違ったら訂正をしていただきたいんですがで、どこに我々が関心を持っているかというと、やはりそれを見定める目利きをどのようにしていくのかっていうところであります。 あのまあ、各法ではですね、えー、シンクタンクを整備したりしておる,おるんですけれども、より高い目利、えー、き力が必要になるんではないかというふうに感じるわけでありますが、まあ、その点、えー、どのようなお考えを持っているのか、ぜひお聞かせいただきたいと思います朝乃、えー、委員、ご質問ありがとうございますあの。まさにご指摘のとおりでありまして、あのわた私たちがあ党として、えー、議員立法を出させていただいたのは、まさに、 今回の経済安全保障の議論は、まさに民間の自由な経済活動、あるいは、まあ、さっき大きな話でいうと、自由貿易との関係、これがやっぱりそのバランスをいかに取っていくかということが、えー、肝になるわけでありまして、そこのまあイメージというか。 実効性を担保しながら、それをどうやってやっていくのかということが最大の焦点だと思いましたので、それについての我々のまの考えを議員立法の形でお出ししたと、まさにあのご理解をいただいているとおりであります。で、あのその観点からですね、やっぱり大事なのは、最終的には人材ということです。ただ、その人材といってもですね、わやっとしてますので、我々の議員立法では、まず、その基本原則、経済安全保障の 議論を進めていく、施策を進めていくときの基本原則として、その第一の原則として、経済成長に十分配慮しつつ、我が国の経済安全保障上、重要な利益が確保されるようにすることということを明文で位置づけた上で、配慮事項として、 客観性性ととと実効いいいいうことを書かせててただます対象となる物資等の選定にあたり、客観的な使用に基づく厳正な評価、選定過程の公平性の確保及び客観的な評価分析を行い、その結果を考慮することをまあ明示的に規定し、経済安全保障に関する諸政策を実効的かつ総合的に推進するために、まあ、再三こだわっている、まあ、罰則あの、委員おっしゃったように、我々も罰則にこだわりません。 あのもっとポジティブなインセンティブでもいいんですね、いずれにせよ、そういう官民のコミュニケーションを円滑にするための、えー、措置をです、ねえー、講ずると、講ずるのこととすると、明記をさせていただいてます、こうした基本原則と配慮事項によってです、ねえー、麻生委員ご指摘のとおり、その対象、施策の対象を厳格に選んで、そして、えー、実効的 かつ総合的に推進していく、メリハリをつけていく、そういう立場でやっています。で、それを担うのが人材でありまして、今日私も質問しましたが、本当にこの専門的な機関、専門的な人材、これを三官学を超えてですね、を股にかけて育成していく、これはまさに、えー、法案成立直後から、その取り組みを進めていくべきということをお訴えしている次第でございますありがとうございます。 浅川君。はい、ありがとうございます。あの今足立委員のですね。お答えの中にもちょっと出てきました。けれども、次にお伺いしたいのがですね。我々もその客観的指標に基づいて、この施策を進めていくことの重要性。これは一般論として非常に大事だと思っております。ただ、この経済安全保障という非常に広範なまあ、概念的なもので。 あの客観的な指標っていいますと、ちょっと具体的にどういうことをあの我々がこれから見ていくべきなのかっていうところで、我々も今も今、党内でも議論を進めているところではあるんですが、ぜひそのあたりの考え方をですね伺わせていただければと思っております。君 ごご質問ありがとうございますあの客観的使用というのは、政府も同じかもしれませんが、基幹統計などを政府が保有する各種データはもちろん活用する、また、費用効果分析については、諸政策を、経済安全保障に関する諸政策を実施するために必要なまあいわゆる国費、税を使うわけですからで、それと得られる、確保できる利益、これを客観的なデータに基づいて比較考慮していくということに尽きるわけでありますが、それを、 どう適正にやるかというと、昨日の参考人質疑でいうと、悪い意味での産業政策という話がありました。まさに産業政策です、これは。その産業政策はいい意味での産業政策、これ、国益のためにある産業政策。ところが、まあ、自民党さんを前にして言いにくいですが、いわゆる既得権、既存の何か既得権を守ってあげるために、これが、 建前としてあの使われるようなことがあったら、これ、悪い産業政策ですから、それにならないようにするためには、国会も、それから政府もしっかりそれを見極めて、まあ、まさにですね、そういった意味では、国会の仕組み、今日私、国会のことを申し上げました、国会の仕組み、霞が関の在り方、政策の進め方という、まあ、政治文化、行政文化にかかるようなものがですね、 やっぱりしっかり転換していく必要があるということで、ぜひ国民主党とはこれからもあの連携してそういう実現に向けて頑張っていきたいと思います。ご指導お願いします。浅野君。はい、終わります。ありがとうございました。次に塩。